先月、いわき市と南相馬市を中心に起きた豪雨災害で、県は支援の適用外になっていた南相馬市へも、いわき市と同等の支援金を給付することにしました。先月の豪雨災害では、いわき市に被災者生活再建支援法が適用されることになっていますが、南相馬市は適用外となっていました。こうした中、内堀知事は県独自の支援策が必要として、南相馬市にも同じように支援することを発表しました。住宅の全壊は最大300万円、大規模半壊は最大250万円の支援金が給付されます。県独自の支援策は明日の県議会に提出されます。